16世紀半ば頃のチチメカ諸民族の分布。チチメカ族はメキシコ北部に住んでいた遊牧民的な諸民族を言う。チチメカとはナワトル語で、父を飲ませるという意味の語に由来し、新しくやってきた人々の意味と考えられている。よく言われる、犬、ボロヌノなどに由来するというのは俗説に過ぎない。一説にはナワトル語ではなく、本来のチメカの言語で、 私を意味するとも言う。父メカとは、メキシコ北部に住んでいたすべての人を指すのであり、特定の民族を言うわけではない。具体的には、オトミ族、パメ族、クアチチル族、サカテコ族、グアマレ族などを含んでいた。遊牧民的で、弓矢を狩猟の道具を呼び武器として用いる。原始的な草武きの家やホラー穴に住んで、農業を知らず、太陽、ガツ、生を崇拝する。 アステカとトラスカラは自分たち自身を本来北方のチチメカ出身と考えていた。また、アステカ以前に中央メキシコを支配していたと考えられていた伝説的なトルテカについても北からやってきたチチメカとメキシコ湾岸の職人であるノノアルカの協力で作られたと伝えられる。チチメカは16世紀のスペインによる植民地化の際に40年間にわたって戦った。 父メカ戦争を参照。16世紀のヌエバ・エスパーニャ諸事物外史には、父メ家族は幻覚を伴う闘水を起こすサボテンのペヨテを常日頃食べているために、彼らはとても強く勇気があり、そしてまたそのために彼らはあらゆる危険から守護されると信じていると記されている。ありがとうございます。